皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2023年12月31日、22時41分、先ほど、ライジンの試合も終わりまして、まずはボクシング業界の方たちへのメッセージということで、まずは、メインの、井岡選手、防衛戦、勝利おめでとうございます。まあ、井岡選手はぜひとも、4団体統一狙ってていただきたいなと思います。まあ、今日の試合ではないんですけども、寺地健志郎選手も4団体統一、狙っていただけたらなと思っています。まあ、カードは組める、組めないとか、いろいろあるかとは思うんですけども、まあ、ぜひそういったところを狙っていただきたいなと思っています。で、今日の試合なんですけども、一旦、あんまりお金がありませんから、アベマの、無料というところを、まあ、今回初めてアベマを、まあ、視聴させていただいたんですけども、まあ、無料の、2週間という部分で、まあ、まずは利用してみようかなと。で、試合、まあ、アベマを見始めたのが、堤選手ですかね。井岡選手がの試合が始まる、2つ前の試合、そこから、対応してます。まあ、入場シーンのところから言葉の組み上げ等をしていまして、まあ、きちっとした組み上げはできています。で、しっかりと、勝てています。で、次の試合、比嘉選手の試合なんですけども、そちらでも言葉の組み上げをしていたんですけども、一つ抜けてたワードが、カウンターですね。そのワードが抜けていたんで、相手選手からカウンターを一発もらってしまったんですね。で、そこで自分が言葉の組み上げの中でカウンターが抜けていたことに気がついて、それはすぐに修正しました。まあ、もともとチャンピオンになっている人ですし、まあ、きっちりと、勝つことができました。まあ、井岡選手もそうなんですけども、3試合とも、しっかりと、KO で勝っています。対戦相手も、まあ、各選手の相手、まあ、それなりに実績のある選手で相手なんですけども、3試合ともきっちりとこちらが主導権を握っていて、試合を制している形ですね。まあ、比嘉選手のところでそのカウンターの言葉の組み上げができてなかったのが、まあ、その試合で相手の国の選手、これがどこの国であろうが、そのコンピューターの稼働の仕方で、相手側から教えられるような形になってしまうと。だからまあ、その辺のところ、ルール法律ですから。だから、まあ、その辺のところはすぐに気がつけたのは、しっかりと対応できたなと思っています。こういった部分があるので、まあ、その今回無料の部分で、まあ、対応してるんですけども、正直金銭的に事情苦しいんで、まあ、今、まあ、有料番組の方に、アビマとか、まあ、ライジンさんの方には、まあ、ペーパービューでしたっけ、そういうふうな形で、まあ、ボクシング界でも、まあ、そういうふうな形も行ったことあったと思うんですけども、違いましたっけ、どうでしたっけ、まあ、まあ、アベマ TV も今日初めて、まあ、視聴できるようになって、アベマ TV というものが、まあ、どういうものなのかっていうのが、まあ、自分なりに分かったと。まあ、日本の、まあ、ものであると。で、まあ、Unext の方はまだ使用してないんですけども、まあ、そういったところも、いずれ使用しようかなとは思っています。で、まあ、また後で、アベマさんとか Unext さんが、きっちり日本資本なのか、まあ、外資が入っているのは外資が入っていたとして、どこの会社からのお金が入ってきているかとか、そことのつながりで、海外との放送とか、うまく取引できるのかとか、まあ、そういったところもいろいろ知りたいなとは思っています。まあ、まあ、合間に、試合の合間ですね。まあ、ライジンの試合の方に取り組んだりだとか、まあ、堤選手からです
ったから、それまでの状況とかも、まあ、家の中にいてね、頭の中取られたりしてましたので、それがライジンの選手の方に行ってるのか、まあ、ボクシング業界の方に行ってるのかちょっとよくわからないんですけども、だからまあライジンの方は今日は、まあ、インターネット上のその速報とかを見ながらですね、まあ、以前のそのボクシングとかで、その記事で、すぐに、状況を出してもらってと。だから、まあ、本当はテレビ見ながら、まあ、テレビって言っていいと思うんですよ、アベマ TV も。まあ、テレビにつなげることもできますし、まあ、スマートフォンとか、その iPad も結局テレビの画面、テレビ画面ですからね。だから、まあ、テレビといっても差し支えないんじゃないかなとは思ってるんですが、まあ、やっぱり画面で見た方が確実ですね。だからそれが状況は僕はテレビ見てなかったらわからないので、例えばね、今日はライジンの試合でちょっとやってしまってるんですよ。斉藤選手の試合なんですけども、まあ、クレベル選手が相手だったんですが、試合開始まで入場とかがあるじゃないですか。で、井岡選手の試合が終わって、で、次、斉藤選手の試合にちょうど取り組める段取りで、もう全部じゃないですけども、まあ、大体、うまく、タイミング合ってたんですよね。その、ライジンの方は、大木何でしたっけね。ちょっと待ってくださいね。もう一回名前確認しますね。もう、だいぶ長いで見てないんで、あと、まあ、なんせ取り込んでるところがものすごい数なんで、スポーツだけでも、それプラス政治、経済とニュース、うんぬんですから、ちょっとね、ライジンの方の女性の山本さんがこの辺りを通ったのは思い出したんですよ、途中で。あ、そうだそうだと思って。それは以前も結局同じ場所ですれ違ってるというか、まあ、僕は後ろから歩いていって追い越してるのかな。だから顔とかははっきりと見えてないんですけど、多分山本さんだと思いますね。山本美優さんですかね。で、以前もね、同じ場所なんですよ。不思議と同じところですれ違ってるんですよね。まあ、全員神がかり的な力とかコンピューターの電波の中で動いてるんで、電波四方八方飛んでるんで、で、まあ、そういった中で対応するような形になってますんでね、まあ、勝ち方自体はしっかりと分かってるんですけども、やっぱり画面がないから、その井岡選手が終わってからクレベル選手との、その斉藤選手との試合の合間に僕ご飯食べてたんですよ。で、入場時間とかすぐ試合が始まるわけではなくって、それまでの記事を見ていると、速報の10分から15分ぐらい時間かかってると、だからこれだったら十分食べれるなと思ってたんですよ。そしたらもう試合始まっていって、で、結局それが原因かもしれないですね。まあ、ただ記事の速報でね、頭の中に描いたのは、本当は榊原さんの方に早くインターネット記事の速報を次々上げていってほしいと。これ、時間差がだいぶあるんですよ。で、対応はしづらい部分があると。今第何ラウンドなのか、今コーナーにいるのかもわからない。で、高田さんのことをね、頭の中によぎってしまったのかもしれないですね。だからそれがクレベル陣営の方にも伝わっていて、まあ、会場に高田さんがいないみたいなことを、クレベル選手は斉藤選手に勝った時に、まあ、言ってるんですけども、まあ、こういうふうな具合でね、そのテレビの画面を見ない方法で、こちらが何を考えてるか、何を求めてるかの内容は現場にも一応電波で伝わってるっていうことは、まあ、わかるんですよ。だからまあ、その辺のところで、結局何が言いたいかって言ったら、みんなお金払ってくれと。本当に。有料番組でも、僕のお金が出ていくばっかりやないかと。頭なんかしてと。どこにこちらに対しての救いの話があんねんと。まあそういうような部分があるんでね。とにかくちょっと、本当にみんなお金出してよと。ね、本当に。もう何から何までそうなんですけど、結局。まあ、商業原理はどこでもあるし、倒産はありますからね。だからまあ、僕も有料番組を、その、強化うんぬんっていう部分とか、その、日本の漫画アニメゲームが結局世界に対して通用してるでしょ。っていうことは、まあ、例えばアベマとかだったら日本のアニメとか漫画ゲームでしょ。で、そこに日本の格闘技関係
とかが放送している状況があると、まあ、ペーパービュープラス、まあまあ、月々の会員費を払ってですかね、まあ、そういうようなものがあるんで、それをそのまま海外で、インターネットとかでね、その、まあ、人口規模云々とかにもよるんでしょうけども、まあ、商売として成り立ちそうなところを、まあ、そこの国の言語に翻訳して放送したりだとか、本当はそういうふうなところを一括で行った方がいいのか、それとも海外のもともとあるワウワウとかそういったところと協力した方がいいのかとか、これもう書類見てみないと分からないんですよ。お金の周り見てみないと。どちらの方が本当に効率いいのか。だからその辺のところも、うん、まあ選手の皆さんも、まあライジンの方もボクシングの方も、まあメイン近くの試合とか、まあテレビというかこういうふうなペーパービューとか、ライジンで言うと、で、まあアベマで今回はボクシング放送されてますけども、そういったところでこう実際テレビに映るぐらいの選手であれば、まあそういうところも、勉強していただけたらなと思います。でその辺のところ、ちょっと経済に強くなっていただいて、本当に何が効率いいのか、ホームページ淡井圭介の履歴の51番に、まあ、人口のことに関して特に下の欄のところで、YouTube で私が述べてる内容にアクセスできるようなところがあるんですけども、そこで言ってる内容を聞いてもらったらわかるかと思います。まあ今芸能界の方でもだいぶその辺の話は、広まっていて、世界中どこの国ももともと表記されている人口の半分ぐらいだと思ってください。もしくはそれを下回ると。だからそれを考えて海外進出しなかったら、もともと人口規模がね、例えばオーストラリアさんだったら2000万人しかいらっしゃらない。じゃあ実際本当にそこに住んでらっしゃる人は1500万人かもしれないし、1000万人かもしれない。これは第二次世界大戦とかの影響でどうしてもそうなんですよ。で、他の国ももう大体どこも同じで、中国もどう考えても10億人はいないです。だいぶ前から、僕が20歳ぐらいの頃から、だから今から26年以上前ですね、それぐらいの頃から中国は一人っ子政策っていうことをおっしゃってましたから、そのエネルギーの存続問題に対してね、有効な解決手段が見当たってなかったんで、だから人口は増えないように増えないようにっていう政策をしていて、もともと世界中にね、いろんな地域に散らばっていて、まあ、二重国籍、三重国籍の人、二重国籍の人は1人しかいないのに、世界の統計だと2人になる。三重国籍の人は、まあ、3人ということや、実際1人しかいないのに。まあ、その方が、どっかの国のその国籍を取得した方が、例えばメジャーリーグ行った、まあ、上原さんだとか、まあ、他の選手もそうなんでしょうけども、アメリカ国籍をも取得したい。日本国籍を保持しながら、親とかが、日本に住んでるからと。だから、こういうケースの人たちもいっぱいいます。これは、もう、経済発展を遂げてきた国はどこも同じで、で、アフリカ大陸とかすごく出生率が高くなったりしてしまっているのも、人口統計が多分増えてしまって、ああいうような異常な数字になっている部分もあると思います。だから、アフリカも実際の人口はかなり違っていると思います。どこの国もそうですね、これはもう。まず間違いないです。だから、まあ、その辺のところも含めてっていうことになってくるんですけども。まあまあ、お金払ってと不利になると、その辺の部分ですね。だからその辺のところね、皆さんご対応していただけると助かります。本当にもう、まあ井岡選手とか、堤選手とか比嘉選手とか、まあ、まずはボクシング界へということでメッセージで、まあライジンの選手も、僕はね、ライジンの選手に送ってるメッセージとかも、まあ、見ていただいたらいいんじゃないかなとか思うんですけども、同じ日でね、大晦日、同じ時間帯でやっぱり試合が行われてますんでね、まあ、その辺のところも、どこかで誰かをメインにしてっていう形とか、この試合が終わったら、あとはもうこちらの方にとか、そういうふうにしなかったら、やっぱりもう、話バラバラになってくるんで、頭の、行き先とか言葉の組み上げとか、なんかやっぱり一つ一つの試合を大事に取り組んでいくっていう形ですね。
まあ、井岡選手、まずは、おめでとうございます。一度引退してきた話が流れた時にもうびっくりして、いやもう取り組んでる試合多すぎて、本当に朝からメジャーリーグの試合あるわ。もう吉田正尚も最初行った時、最初の方打率2割4分一応ワールドベースボールクラシックで、4番打ったんですよ、日本代表ので、あかん、吉田もこっちでなんとかせなあかんと。で、千賀投手、日本ですごいピッチャーだったじゃないですか。アメリカ行ってから、コントロール悪くて悪くて、あかん、千賀もこっちで対応したらあかんって。ブリ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 、こんな数って、そう。ね、で、まあ、昼間の試合が、まあ、土日の時とかは、昼間の試合とかも、ありますけども、基本的にナイターのプロ野球日本の阪神タイガースと、あとヴィッセル神戸の試合、日によっては同じ日の同じ時間帯に試合があるって、もうそれ全部勝っていくものすごい難しくて、まあ最終的に関西ダービーみたいな形で両チームとも2位に10ゲーム差以上つけましたけども、もう対巨人とかも意識して、結局阪神タイガース対巨人戦で負けたの4回ぐらいで、あと全部勝ってるか引き分け、本当にめちゃくちゃ頑張りました今年、本当にこんなに頭かしけたら頭おかしになると思う、本当にパソコン打ってても頭かしになる、誤字脱字多いし、おまけにサイバー攻撃があるし、本当に文字自分がサイバー攻撃を受けてる認識が、自分の能力が低下したら分かんなくなるから、まあ、それも場数と経験と、その辺のところで、確認しなきゃならないんですけど、両方あるからややこしい、本当に。まあまあ、井岡選手もね、まあ、まだまだ、選手として頑張れると思いますんでね、ぜひ、4団体統一狙っていただけたらなと思います。まあ、堤選手と比嘉選手、まあ、比嘉選手は、まずは、2階級制覇と、まあまあ、ボクシング界もね、皆さんの状況に合わせて、やっぱり僕は日本人として、日本の選手を、まあ、勝たせると。まあ、基本的には世界戦とかにしたいんです。今日みたいにね、こういう状況の場合だと、もうええからもう取り組んでしまおうと。どっちにしても普通に生活していても、パソコンでスポーツの勝ち負けが降りてるって書いても取られてたから、で、何か忘れてたなって思って、で、ライジンがあるのは分かってたんですよ。で、お金払ってまで取り組むのももうあれだしって思ってたんですよ。じゃあ、記事見たら井岡選手の世界戦があると、しまったと、忘れてたと、大急ぎで、もうこれどうしようって。もう一回アベは無料もあるし入ってみようかと思って。で、まあ一回今日もう大急ぎで入力して、アベはに加入して、まあ2週間無料もあるしと。多分2週間経過しそうになったら僕、脱退すると思うんですけど、一時的に。お金ないから、そう。まあ、ペーパービューの方とか言い出したら僕ですけども。いやもうそれで、ね、とにかくもう民間のテレビ局をね、もうこんだけ人口少ないんだったら、もともと NHK 自体がね、もう国会でこういうルールで決まってるんですよ。人口少なくなってきたら、NHK 料金も下げる方向なんですよ。で、徐々に下がってきてるんですよ。少しずつね。で、本当の人口は、もう政党交付金っていうものがあるんですけども、各政党に、ね、交付されてるお金。昔のコーヒー一杯、喫茶店250円の話で、これ法律で書いてあるんですよ。250円かける人口って。で、もうその政党交付金自体、本当の人口も国会議員の人たちは、大体分かってるから、薄々ね。もう本当はこんなにいるわけがないって、1億2000万人もって分かってるから、6000万人くらいで計算してるみたいです。横領事件になっちゃうから。可能性があるから。で、もし、これ僕の方で今調査してますけども、例えば三田市。兵庫県の三田市、人口10万人以上って行政発表しますけども、これどう考えてもいないですよって。3万人か、もしくはそれ下回ってもおかしくないですよって。3分の1以下。で、神戸市の垂水区を今調べてるんですけども、前任さんの地図をコピーして、その一軒一軒表札が入ってるところ
まあ、実際こう数えていってね、何世帯あるかっていうことが分かるんですけど、ただ表札はあれども、もう空き家になってるところも結構あるんですよ。で、その前任さんのその垂水区の後ろの方のページに、マンションとかアパートとか、公営住宅、分譲マンションとかも含めて、ああいったところの、その各マンションの何号室に、誰それさんがっていうのもあるんですよ。で、それもコピーして集計してるんですけども、垂水区はね、もともと、まあ去年ぐらいのデータで人口20万人なんですけども、行政発表。そのちょっと前がね、22万人で。で、今統計始めてるんですけども、多くいて5万人ぐらいかもしれないですね。もう分譲マンションとか、集合住宅とかね、ああいうふうな一軒家じゃないところの世帯数が、1万件ぐらいです。で、あと一軒家のところとか、2万件から3万件ぐらいでしょうね。多くて3万件ぐらいでしょうからね。でそこから空き家引いて、僕みたいに独身の一人暮らしの人たち今多いですから。で、親元離れるのって、まあ20代ぐらいで離れたりする人結構多いでしょう。だから、かける2っていうわけにもなかなかいかないんですよ。まず空き家の数引くから。で、空き家の数が分かんないから、じゃあ、5万人ぐらいっていう計算になってくるんですよ。そしたらもう4分の1以下でしょ。22万人の頃と考えると。まあ、今海外からの死亡届で、本流は日本人だったっていう人を海外で今集計してもらって、行政で今かき集めてるんですけども、世界中で集計し合って、それは安倍政権の頃にしてもらったんですよ。頼んで。どう考えてもいるわけがないっていうことで。だからその辺のところでも、海外進出っていうところは、慎重に行わなければならないっていうことになってくるんですけども、まあエネルギーの残存量問題はね、相変わらず何も進んでない状態ですね。自分で河川の撮影とかはしてるんですけどね、だからその辺のところも含めて、まあいろいろ対応していかなきゃならないというところです。まあ今日の試合、ちょっと、井岡選手と堤選手と比嘉選手以外の方たちの成績ちょっと今わからないんですけども、まあとにもかくにも皆さん、本日はお疲れ様でした。まあ勝てて何よりです。まあやっぱりこれも日々爆発でしょうね。試合、どれだけ日々爆発を踏んでいるかっていうところですぐに気づけるか気づけないか。その比嘉選手の時に、ね、カウンターもらった時。そこで言葉の組み上げでカウンターっていう言葉が抜けていたっていう。まあちょっと、ライジの方の斉藤選手にはね、申し訳ないことしてしまったんですけど。まあ以上です。だからそういうこともありますんでね。だから今日の試合も危なかったんですよ。井岡選手の試合があるって忘れてたから、本当に。で、井岡選手は、お父さんの、井岡さんが尼崎でしたっけ、まだチャンピオン、世界チャンピオンになる前の分譲マンションへ僕はシャープエンジニアリングとして一回家行ったことあると思うんですよ。まあ、その話があるからちょっと頑張らなあかんなと思ってるんですけども、まあ井上尚弥選手はね、その4団体統一をしながら階級を上げていくと。もうそういう、なんか、いや、もうこれね、いや、だからね、昔、世界チャンピオンの日本人選手の人って、あんまりいなかったんですよ。で、日本チャンピオンの人でも、それなりに昔はね、まだ、プライドとか K1 がなかった頃、それなりに視聴率取れてたんですよ。テレビで言うと。だから、まあ、成績が、これ世界チャンピオン、だから一時期、日本人の世界チャンピオン13人ぐらいまでボクシング業界増やしたでしょ。こっちも徹底的に頑張って。で、今度世界チャンピオンが増えたら増えたで、で、ボクシングの団体も
今4つありますけども、その、なんか5つ目らしいところもあるでしょ。僕もよくわかんないですけど、しっかり調べなかったら。昔は4つもなかったですよね。だから、2階級制覇とか3階級制覇は昔は珍しかったんですよ。日本人として。だからそれを行ったら、すごいって取り上げてくれて、いろんなところで、新聞からインターネット記事から、まあその当時は新聞とかテレビですよ。で、まあ、いろいろ注目集まるじゃないですか。すごい選手が出てきたって。日本人でって。だから日本国内で視聴率とか取れるんですけども、今度2階級制覇とか3階級制覇の人たち増えるでしょう。そしたらそれが当たり前になるでしょう。これは昔からのスポーツ業界とかの悩みの種でもあるんですけども、井上尚弥選手の方で4団体統一をしながら階級を上げていくと、井岡選手とか、寺地健翔選手、まあ、もう、4団体統一を進めていって、そのまま4団体統一した階級を上げていくと、まあ、こういうふうなプランですね。まあ、皆さん、その方向性でご協力、ご対応ほどよろしくお願いいたしますと。もう、そうせんと、もう民間、倒産ありますから、できることをしなかったらどうしようもない。で、僕も、いくらかでもいいからおかなと思った。もうどうしようもないから、その特許の申請の方でもね、河川水門回避者線と地下水流トンネル発で、交通費込みで10年間のその申請で20万ぐらいかかるから、その後、本当は都道府県知事とかと話しなきゃなんないでしょう。それはそれで交通費とか時間かかるでしょう。特許申請通ったとしても、で、対応してくれるかどうかわかんないし、で、もう最初からこの話聞いてる格闘技業界の人たちもわけわかんないでしょう。なんで歴代の総理、淡井さん経由で、淡井さんと会って話した人ばっかりが総理になってんのに、天皇家の人たちとかももともと会って話してんのに、なんでその話進まないんですかって普通思うでしょ。僕が一番思ってますよ。本当にこの不可解な状況。本当にね、本当にもう、誰が作ったルールなのか、本当にもう、公明党の山口代表っていう人、元代表だと思うんですけども、プロ野球界の福本豊さんじゃないですか。だから政党交付金から総理とかの、国会議員の人たちとかのね、給料出てるとしたら、まあ、総理は3割返納なんですよ。だいぶ前から。で、大臣と副大臣は2割返納なんですよ。で、政務官の人たちは1割返納なんですよ。だから、もともと、その250円かける人口の、で、そんな給料用意できんの方かもしれなくて。この世界、そういうような謎の部分を本当にフルオープンにした方がいいです。そうじゃなかったら、みんな 何でお互いに 何がどう困ってるのか、これが分かんなくなるから、本当に何でもフルオープン。もともと公文書公開という法律がありますから、本当はフルオープンにしなきゃならないんです。本当に。それが、区役所のちゃんと公職印象を持ってる公務員の人でも分からなかったりするんですよ。みんなこんなにたくさん、あんな六法全書、あんなにたくさん、本当に何から何まで覚えてる人間なんかいませんよって、弁護士さんもそう言ってますよ。この背伸びした世界、どうにかせなあかんって。シンプル化せなあかん、六法全書の内容って、本当にって。もう今のワンツーで、あと現行法規や現代日本法規、それもまとめて、現行日本法規。現代日本法規と現行日本法規。現代日本法規かな。まあ、それを一体化したものを、だいぶ前から、神戸市中央区の大倉山の図書館に置いてもらってるんですけど、ね、一回安倍政権の頃に置いてもらったんですよ。それはまだ分裂して、二重行政のつもりなのか何なのかっていう、そのややこしいな。公文書公開の話を YouTube でアップロードしてから、いわゆるね、テレビのニュースでしていた、のり弁って呼ばれてる黒塗りの書類あったでしょ。あれが黒塗りがなくなった内容がテレビで放送され始めて、本当はああしなきゃなんないですよ。隠し事しちゃダメだから。それすると隠蔽になるから。
この国どっからどこまで僕が動かなあかんねん。本当に本当に本当に、まあまあまあ、まあいろいろ話飛びましたけども、まあお金の請求まあ本当に本当にちょっと本当助けてよって、もう本当にもう別にもうお金つきすぎアベマ TV だ980円とか払う、その元でそれボクシング業界とか払ってくれって、それライジンとか今ペーパービューだから、それ一回一回お金払ってた、持たない、こっちが持たない、ライジンもそれいくらなんでもある程度のお金を払ってもらわなきゃ、そのとんでもない金額はもう別に要求しないから、みんなある程度出してくれたらちゃんと一人分ぐらいのお金が出てくるはずだから、生活費とかもろもろ正直言います、厚生年金トータルで1年分しか僕かけれてないんですよ。人材派遣会社でたらい回しになって、窓口たらい回しになって年金ほとんどかけれてない、2000万以上かけてないと60歳からの支給なのか、国民年金と厚生年金ですよ、合算して2000万以上かけていないと、もしかしたら65歳からの支給かもしれない、一月の年金支給額が15万円以上になろうと思ったらそれぐらいかけておかなきゃなんないですよ。もう全然足らない本当に。それと、もともと一月15万円のその支給までたどり着けてる人は男性で5割ぐらいなんですよ。5割ちょっとで、女性は3割ぐらい、これが現実なんですよ。本当の人口統計からもう何から何までもう背伸びした話なしで、もう全員腹割った本音の話で、もう全部本当のことを言っていかなかった、ただでさえややこしい社会がややこしくなるから、採算つかなくなるから本当に、まあ、その辺のところみんなで協力して対応していけたらなと思います。皆さんのご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。あと、まあ大臣さんにもメッセージ送っておきます。まあ目視の業界の皆さん、まあ今回、ちゃんと成功できてよかったです大当てで15時ぐらい井岡選手の試合気づいた今でこそ笑ってられますけども、もうこっちも本当もうここ踏ん張らなかっていう状態、試合中全く笑ってないですからね本当に。もう試合終わってから、もうライジンの試合も終わってから笑い始めるのは本当に、そうじゃなかったら勝てる試合まで勝てなくなりますから。で、斉藤選手の試合もしくじっちゃってますから、本当はだから斉藤選手ごめんなさいになるんですけども、ライジンの方の申し訳ないっていう、まあとにかくそういうわけで、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。